こんにちは、サラチャンネルのサラです。今日は麻生区にあるターミナル21に来ました。名物のフードコートやお買い物を楽しんだり、日本では見たことのないお菓子を見つけたよ。各フロアがいろんな国のテーマになってるの。歩いているだけで世界旅行した気分になるよ。それじゃサラが案内するね。サラチャンネル始まるよ。サラは今どの辺にいるのかな。麻生区の駅構内はチャトラムがあります。駅から直結のターミナル21。タバコを吸うと罰金なんだって。モール内は空港をコンセプトにしていて、ターミナルみたいになってるよ。フロアごとにいろんな国をテーマにデザインされているみたい。テーマパークに来た気分。まずは腹ごしらえをしないとね。これはフードコートで一番人気なご飯なんだって。カオマンガイ、すごい大きなお鍋だね。いい匂いがする。カオカム。次はココナッツスープを頼むよ。トムカーガイ。スイーツもカラフルで可愛い。3種類選ぶんだけど、種類がありすぎて迷うね。カオニャムマムア。あとはフレッシュジュースを頼もうかな。たくさん果物が入っていて美味しそう。かわいい。これ日本で見たことないね。アイスクリーム味のマシュマロ買いだね。ウリ茶。お買い物の後はスーパーの前にあるチャトラムーに寄るよ。サラの選んだのはローズミルクタイティーだよ。ピンクが可愛いの。大人にはデトックス効果で人気なんだって。次はフロア探検をするよ。まずは日本から。鳥居をくぐると、渋谷の交差点らしいよ。このお店気になったけど子供サイズなかったの。
を取り直して子供服屋さんに来ました。テカテカのパジャマが多いね。こんな可愛いのがあるよ。でもね、サラはカバンゲット。次はロンドンフロア。大きいベアブリックいいな。太鼓の達人があったよ。日本の曲だね。ガチャガチャも日本のものだね。種類も見たことあるものばかりだよ。次はイスタンブール。面白そうなおもちゃ屋さん発見したの。ロブロックス発見。このお店もかわいいね。子供用のサンダルがあるので中に入ってみます。ここはローマをイメージしたトイレだよ。次は日本。こっちはイスタンブール。いっぱい遊んだから駅の中にあるドーナツ買って帰ろうっと。いただきます。次回はニューヨークタイムズで美しいレストランと紹介されたタイを紹介します。タイの王室料理が食べれるの。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくね。